マスディビです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、もうすぐ終わってしまう2015年、このね、2015年にいただいたイラスト、写真などなどね、ツイッターを通していただいたイラストなどがたくさんあるんで、それをね、今日ご紹介していきたいと思います。もうね、すごい才能を満ち溢れた方々からね、こうイラストいただいて、こうこの動画作ってる時も正直ね、なんかうるうるしてきちゃうぐらいにね、なんか感動して嬉しかったんですけど、はい、そういうね、あのイラストなどなどをね、ちょっとご紹介していきたいと思います。では今年いただいたイラストはこちらになります。どうぞ。はい、ではね、一緒に振り返っていきたいと思います。まずは新年明けましておめでとうございますっていうね、イラストをいただきましたね。新年一発目からありがとうございました。2015年ね、本当にいろんなことありましたけど、こういうね、たくさんのイラストをもらった年だったなっていうのをね、今思うと改めて思います。で、こういうイラストもね、あの普段の動画、これタックの誕生日の動画です、あの動画を元にしたイラストだったりとか、そういう風にね、あの普段の僕を見てなきゃ描けないようなイラストもね、たくさんいただいて、本当に、ね、ありがたいなと思います。で、イラストだけじゃなくて、こういうね、習字だったりとか、もう本当にいろんな、ものをいただきました。この動画もね、正直編集しながらちょっとうるうるしてきちゃって、うわ、こんなにいただいたんだと思ってね、本当になんか感動してましたね。これバレンタインデーですね、とか、これ桜、まあ桜の季節にこういう風にいただいたりとか、そういうイラストになります。これすごいですよね。あの、サザエさんの、あの、パロディ的な、そういうイラストだったりとか、これもね、僕の普段の部屋の様子だったり、これは、あの、間違い探しになっているイラストだったりとかね、あの、いただきました。ちなみにね、今回この紹介してる、これはじめ社長ですね。はじめ社長からもイラストいただきました。で、ちなみに今回ね、紹介してる、画像だったりとかイラストはほんの一部になりますので、本当はね、全部紹介したいところなんですけどね。はい、これも僕がその時着てた服、これはね、札幌だったかな、の巨大パフェを食べてる時のね、イラストだったりとか、本当にね、いただきました。これ、実物の8割増しぐらいで描かれてますよね。イケメンで。これ、マインクラフトの絵だったりとか、これ可愛いですよね。これ、妹さんが描いてくれたとか言ってたのかな。だったりとか、これコーグレンが登場してたり、マスオディースって入ってたりね。いつからなんだろうね、このね、マスオディースっていうさ、これがなんかよく言われるようになったのは、ちょっとね、謎ではあるんですけど、こういうね、イラスト描けたらいいなと思って、僕もね、結構描いてみたんですよ、自分でイラスト。でもね、難しくてね、難しいなって感じました。で、ここら辺からね、マスコが、非常にたくさん登場していきます。まさかね、マスコがね、こんなにね、浸透するとはね、思ってませんでしたね。あ、これもマインクラフトので建築した、そういうね、写真もいただいたりとか、これもありがとうございます。いやでもね、こう、あ、これ朝日さんと僕でミュータントタートルズした時なんですけど、いや本当にね、なんかこう、感動しちゃう嬉しくて、っていうのがね、一番ですね。これグデタマスオって、グデタマ紹介した時かな、これ森ついてますよって、あのマスコが登場しております。はい、でこれね、マスオのマインクラフトだったり、僕のマインクラフトのスキンを利用したやつだったり、これあれですよね、あのザワールド、あれなんだったっけ、あのアニメ、あのパロディのものです。でマスオのマインクラフトの、あの家だったりとか、これサンリオチャンリオメーカーでしたっけ、っていうイラスト作れるソフトのでいただいたやつとか、これ夏溶けるって書いてありますけど、僕ね、溶けそうだな、夏暑くてとかね、書いた時にいただいたイラストだったりとかね、いろいろですね。ドーンと、これアプリ3つぐらい使って作ってみましたっていうね、イラストだったりとか、これね、僕がね、ある動画でこう悪役をしたんですよ。で、そこでね、ワルマスオとかいうね、キャラになって、そのワルマスオがね、よくね、このイラストを描いてくださる方、リンゴトさんがね、描いてくれました。ありがとうございます。これもかっこいいですね。マスオゲームズってね、マインクラフトのね、こう、ちょっとリアルなやつもね。あ、これも嬉しい。これからも応援してます。頑張ってください。とか、本当にありがたいなと思いました。まあ、いろいろあったじゃないですか。まあ、見てる皆さんだったらね、すごいいろいろわかると思うんですけど、いや本当にね、こうイラストから元気いただきましたね。実は毎年こういう風にイラストを紹介してるんです。あの去年も紹介しましたし、一昨年も紹介したん
と思うんですけど、なんかね今年がね一番こうイラストを見ててね、なんかうるっと来ちゃいましたね。まあ、毎年もちろんあのすごい感謝の気持ちでいっぱいなんですけど、なぜかねこう来ましたね。はい。でこれマインクラスト、僕のマスオのマインクラフト100回の時ですね。これね人形にこのマスオTシャツをねつけてくれたやつが、これ誕生日ですね。ここから誕生日ゾーンに入るのかな。誕生日にこういう風に26歳おめでとうっていうねイラストをいただきました。これは悪マスオ悪マスオもいますね。で祝いってマインクラフトで作ってくださったり、こういうね普段の動画の写真を載せてくれたりとか、こういうたくさんいただきました。すごいですよね。これマスオトゥーンってもうこれ感動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 ばっかりです。いや正直ねこういうね才能がある方々がねぜひね YouTube やればいいのになって思っちゃいますけどね。すごい才能に満ち溢れてる方々ばっかりです。はい、いかがでしたでしょうか。どのイラストもねすごく思いのこもったイラストばっかりでとても感動しました。ありがとうございました。2016年もねおそらく動画やっていくと思うんですけど、またこういう風にねイラストをいただけたら元気出ますね。本当にありがたいなって思ってます。いつかねこう部屋中にこのさイラストで埋めてみたいなとか思っちゃったりしますけど、はい、今年も、来年もね、イラストを描いていただけるような動画を作れるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。で、最後にね、お知らせではないんですけど、質問コーナーっていうのね、僕もやってみたいなと思って、ぜひぜひ質問お待ちしております。ということで、皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。イラストなどなどいただいた皆さん、本当にありがとうございました。ということで、ちょっと2015年の振り返りでした。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。